はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。本日とうとう5回目ですね。5日目。なので、まあ、何がもらえるんでしょうかね。はい、モンスター闘技場にようこそとね。なので、戦ってみます。さて皆さんお待ちかね。闘技場名物イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーロー、モンスターマスターカズボウ。そして対するは、なんだろう、はい、ワルボウだ。タンスを開けたらまたなんか出てきたぞ。いたずら王子ととっても仲良し。南国はマルタが誇るいたずら精霊、ワルボウだ。はっはっはっは、なんか面白そうなことしてるじゃねえか。俺も混ぜろよ。とりあえず、マルタにたまたま来ていた、とんでもねえ魔物を連れてきたぞ。なんだ？負けちまっても泣くんじゃねえぞ。さあ、ワルボウ様の本領発揮だ。たまたま来ていた。あ、ミラクレアか。4枠だね。ミラクレア、ミラクレア。まあ、いきなりいいやつ使ってきましたね。まあ、大丈夫なんでね。息を吸い込むとやってほしいんだけどね。設定してるんですけど、なかなかやんないんですよね、この人ね。オールラブレス。はい。まあ大丈夫かな。まあ、4回攻撃してくるでしょうね。ハイテンション。オールラブレス。お、いいね。すっげえ余裕。何これ？勝負あり、勝者は？カズボウ、皆さん、彼に惜しみない拍手を。さて何がもらえる？地獄の遺伝子なのか、山頂なのか、そこら辺なのかな？恐れ入ったぜ、まさか本当にあいつを倒しちまうなんてな。お前にはとんでもない才能を感じたぜ、戦った俺にはよくわかる。よっしゃ、それじゃあこれを持っていきな。俺様からのささやかなプレゼントだぜ。大魔神像。じゃあそろそろ帰るぜ。カメハのやつが寂しがって泣いてるといけねえからな。大魔神像。なんだこれは。やるわね、カズボウ。見応えのある勝負だったわ。剣刀叩いてご褒美をプレゼントするわ。と、コインもらえて。ね。さて。大魔神像。5つ揃えて配合すればすごい魔物を生み出せると言われる秘宝のうちの一つ。これは、あ、黄金のマガタマ。おっと。はい、5つ揃えて配合すればすごい魔物を生み出せると言われる表のうちの一つ、黄金のマガタマというのがね、まあ、ありましたので、こういう類をね、あと3つ集めなくちゃいけないんですね。これもしかして今回地獄の遺伝子ないのかな？後で回ろうと思ったんですけどね。あ、なるほどね。白銀のマガタマ。すごい場所にあったな、これ。なんかね、この、もう完全にスレスレですね、これね。まあ、飛んでいくと、まあ、どこに出るかな。まあ、この道って言えばいいかな。なんかちょっとね、上にね、突起物があるような感じの場所。まあ、この、まあ、ラーのね、ラー機能がある、真実の扉か。真実の扉があるとこの横って言えばいいのかな。そこにありますね。白銀は。なので、もう一個召喚します。あ、あった。塗り色のマガタマ。このドローンがある場所ですね。まあ、ドローンもね、まあ、回ってるので、それもね、全部回り次第配信したいと思います。とすれば、この入り口から左に降りて、やっぱり
ここ昔あの地獄の遺伝子あったんですよね。なのでこれで5個か。これで5個をどうすればいいんだろう。ちょっと探してみます。お、おいカズボウ、おめえの持ってるそいつは大魔神像か。あ、ここに来ればよかったのか。それに4つのマガタマだと。マガタマだよねこれね。なあちょっと見せてみろよ。いいだろ。はい、大魔神像、黄金のマガタマ、瑠璃色のマガタマ、白銀のマガタマ、虹色のマガタマを方眼に見せた。おう、こいつらからただならぬ力をバリバリ感じるぞ。この大魔神像と4つのマガタマを組み合わせればすげえ魔物が生まれそうだ。とはいえ配合装置で作るのは無理だな。こいつらから感じる力は強すぎる。もっと大量のマデュライトを扱える機械じゃないと出力が足りないぜ。そういう機械に心当たりねえか。この世界のおめえの方が詳しいだろ。例えばマデュライトを使った装置の動力部とかそういう機械だ。どこかで機械を見つけたら調べてみろよ。こいつらを配合できるかもしれねえぜ。まあこの話はおめえに任せるとして、今日は配合をやっていくのか。いや心当たりあります。前作と同じかな。もう動力部といったらどう考えてもここしか思い浮かばないんですけど、かつてブレイクモンスター改造装置の動力部だった残骸がある。動力は壊れているが、まだ、あ、マデュライトのエネルギーは残っているようだ。ここだよね。やはり、動力部に大魔神像、黄金のマガタマ、瑠璃色のマガタマ、白銀のマガタマ、虹色のマガタマを入れますか？これ5日目のイベントバトルで大魔神像を手に入れないと、ここ来れないんだね。前だったらね、なんか地獄の遺伝子とかもらえて、京エスタークが復活したんで、今回、京エスタークかな、これ。はい、動力部に5つね、入れました。はい、大魔神像と4つのマガタマがマデュライトの邪悪なエネルギーに拒否反応を起こした。これらを配合するにはマデュライトの邪悪なエネルギーを浄化する必要がありそうだ。あ、ブレイクモンスター製造装置の動力部を浄化できるようなものを作ってほしいだって。あ、砲丸か。いや確かに俺は整備士だけどよ、そいつはさすがに専門外だぜ。すまねえな。とりあえず他の連中に聞いてみたらどうだ。あの考古学者の兄ちゃんとかな。あ、本の人か。ここですよね、おそらくね。カズボさんどうしました。やはり何か探し物ですか。ふむふむ、邪悪なエネルギーを浄化できるものを探しているのですね。それなら聖なる力の象徴である光のオーブがあればできると思いますが。そうだ、そういえば光のオーブらしきものを持っていた人を見かけましたよ。確かこのビルの1階で見たのですが、誰が持っていたかまでは覚えていません。もし光のオーブが見つかったら僕のところに持ってきてください。誰が持ってたかってインパクトありすぎな人らばっかでしょうね。はい、いました。どうしたカズボ。え、光のオーブを持ってないかって。まあそれっぽいのはあるにはあるけど、そんなのどうすんだよ。これもうインパクトありすぎでしょ。持ってたら一発でわかりますよね、レオソードはね。何、とんでもなく強いモンスターが作れるかもしれないだって。エスタークとか面白そうだな。じゃあ作ったら戦わせてくれ。ほらよ、こいつがそうじゃないのか。あ、もらった。これでどうすんだろう。この世界に来た時に見つけたんだ。だけどそいつ壊れてんじゃねえか。全然力があるように見えないし、そんなんで役に立つのかな。壊れてる。あ、やっぱりね。へえ、レオソードのやつが持ってた光のオーブで浄化ができそうなのか。え、でもまだ不完全かもしれないって。なんか大変そうだが頑張れよ。あ、違うのか。じゃあちょっと回ってみよう。カズボさん、その顔は。光のオーブが無事に見つかったのですね。ふむふむ、見つけはしたけどどうやら力を失っているらしいと。ご安心ください。実はあれから気になって僕の方でも調べてみたんです。早いな。ここ来たの結構早かったですよ。このブレイクワールドは時空の歪みのため別の場所とつながりやすいと聞きましたが、それだけではなく聖なる力に満ちた真実の空間につながる場所もあるとか。真実の間ね、扉だね多分ね。その場所に光のオーブを持っていけば力を戻す方法が見つかると思いますよ。あ、そういえば台座あったね。そういえばね、なんかあったね。なんかの力を注ぎ込めばって、これのことか、光のオーブ。じゃあちょっと行ってみよう。これだね。ここに鬼コンボいて、あ、やっぱあるね、台座ね。何かをエネルギーに変えるそうだ。やっぱそうだ。カズボウの持つ光のオーブに反応し、装置の盤面に文字が浮かび上がった。異世界の賢者の化身、青龍ミラクレアを連れてきたとき、光のオーブに力は宿る。ミラクレア、ちょっとね、
まあ、作るの面倒なので、コインでね、交換します。これ連れていけばいいんだよね。まあ、本来なら作るんでしょうけど、ミラクレアのね、まあ、作り方は、まあ、今回戦った相手ですけど、ラーミアとね、オルゴデミーラでできます。これはね、まあ、ラーミア今回すぐできてましたもんね。オルゴデミーラだけ作ればいい感じですね。まあ、それは今回はちょっと配合パートじゃないので割愛させていただきます。まあ、バルケルスと自由義勢できますね。まあ、こんな感じです。なのでね、先ほどのところ行ってみましょう。はい、はい、カズボウの持つ光のオーブに反応し、装置の盤面に文字が浮かび上がった。異世界の賢者の化身、聖竜ミラクレアを連れてきたとき光のオーブに力を宿る。はい、カズボウの聖竜ミラクレアと装置が激しく共鳴し始めた。なんと光のオーブに力が宿った。あと5箇所の装置から力を宿せば光のオーブは完全な状態に戻るだろう。はい、天魔とかいますので、ここはなんかまたモンスター連れてくるんだよね。名もなき闇の連れてきたとき光を宿る。持ってますね。これもね、連れてきてますね。今回ね、神竜王とゼノシドウとアスラゾーマとサイコピサロね、配合したらこれできますね。まあ、自分前作で持ってたので、まあ、4体をね、配合しないで、名もなき闇の王はね、前作から連れてきました。なのでね、まあ、それでもいいんですけどね。まあ、今作からやる方は作るしかないので、4体配合するしかないですね。はい。いや、ドルとね、激しく共鳴し始めた。でね、こういう感じですね。なので、あと4箇所行きます。ここですね。陥落の霊道のね、アンデッドガーデンの、まあ、近くと言えばいいかな。右の方ですね。ちょこっと探しちゃいましたね。さて、ここは？おっと。そうだ、ここは宝箱地帯だ。どっかにあるかな？あった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 。これだ。サイコピサロ。あ、作ったばっかでよかった。進化の超越者、サイコピサロを連れてきたとき光のオーブに力を宿る。全部ね、取ってましたからね、サイコピサロはね。はい、力が宿った。あと3箇所。ってことは、神竜王とかジェノシドウとか、アスラゾーマってことだよね。はい、頭骨のね、表現はね、ポーラパークのね、入り口があそこに見えるので、すぐ近くですね。ここにあるので、まあ誰だろう、これはね。暗黒の魔人も欲しいんだよな。まあ作り方はね、載ってたので、また紹介しようと思います。何かをエネルギーに変える装置のようだ。カズボの持つ光のオーブに反応し、装置の盤面が浮かんだ。アスラゾーマは今持ってなかったっけ？はい、頭骨のね、表現はね、アスラゾーマですね。はい、激しく共鳴し始めたと。あと2箇所。ってことは、神竜王とゼノシドウどっちかだね。はい、ここですね、ここね。まあ、横に、この、はしごが見える場所に、あります。ここは、誰だ？こういうグレイブリガーとかいるのでね、これもなんか配合使いますよね、絶対ね。ゼノシドウ。破壊を司る邪神。ゼノシドウのね、力が必要だそうです。はい、素晴らしきゼノシドウですね。まあ素晴らしきという意味はね、まあわかる方しかわかりませんね、これはね。はい、ってことはあと神竜王だね。あと1箇所。はい、6個目ですね。まあ、左上って言えばいいかな。この秘密基地って書いてるとこの近くですね。じゃあ、ここに神竜王ですよね。残り絶対神竜王ですもんね。はい、地獄の豪華。神竜王を連れてきたとき光の上に力を宿ると。あれ？連れてきてますよ。あ、共鳴し始めた。なんと光のオーブに力が宿った。光のオーブは本来の力を取り戻した。黒金の監獄と動力部へ向かおう。よし、行ってみよう。動力部の残骸に光のオーブを入れますか？入れよう。さて、何が出てくる？多分、あれだと思う。動力部に残っていたマデュライトのエネルギーが、
光のオーブによって浄化されていく。ただいるのかいないのかって話ですよね。そうなってくると、はい、大魔神像と4つの勾玉からなんと何かが生まれたようだ。この黒金の監獄塔の屋上からとてつもなく巨大な気配を感じる。これね、前作だったらね、あの勾玉じゃなくて地獄の遺伝子というものを集めてね、ここに来たら、あの強エスタークがね入ったので、まあエスタークでね、このメンツでエスタークって言ったらあれしか思い浮かばないんですよね。ほらやっぱりな、来た、グランエスタークいました。なので、まあ今回はね、マガタマがね、いつ取れるかとかね、どこにあるかとか、まあ、どのモンスターを連れていけばいいのかとか、そういう紹介ですね。なので、あれは次回戦いましょう。なのでね、まあ、マシンリュウオウ、ジェノシドウ、アスラゾーマ、サイコピサロ、まあ、全部動画で作ってますので、そして、青龍ミラクレアと、あと、名もなき闇の、まあ、このね、4体先できれば、それ配合したらね、名もなき闇のできるので、あとは青龍ミラクレアをね、作ればいいだけの話なのでね。まあ、それでようやく、イベントバトル5日目を勝利していけば、ここにたどり着けます。まあ、イベントバトル自体ね、ものの1、2分でクリアしたので、まあ、あんな感じで、ね、手に入りますね。ということでね、今回これ終わりたいと思います。じゃあ次回戦ってみましょう。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。